今でもあれやがテレビであの家族だけで解除してきて一家心中みたいな、うん、そんなすごいもったいない。介助サービスとは障害を持つあなたが自分らしい生活を送れるように援助するサービス。うまいっすか。手術は全然自由じゃなかった。決まっていくことをやるだけで、うん、あもうやっぱ亡くなってきて、うん、あ親父通ってもよくはされるし、友達といても頑張る障害者演じてたし、この環境を受容するってことが障害を受容するってことなの。はい、俳優、俳優になりたいんですか。兄貴心配するだけであると思うんですよ。でも災害で生きていく力になりますので、泣かないでください。泣いてるって言われてたよ。いいのに決め込むのはどこや。Ha ha ha!